さあ、やってまいりました。日本入国、空港の自動ゲートをそのまま通過し続けているそこのあなたですね。特に海外在住の方は要注意というお話でして、パスポートのね、スタンプが 押されませんと、そのことによって罰ゲームのような展開が待っているという件ですね。今回は美しいぐらいにですね、もうすべてのトラップにはまったというアメリカ在住のマイさんという方からの体験談をご紹介すると。これによって得られる教訓がね、一つだけじゃないんですよ。教訓のオンパレードと言ってもいいのかもしれませんが、パスポートの出入国スタンプはその空港でしか 押せないんだというお話でしたり、あとはね、免許更新手数料が減額するというね、ここの帰国遅延の理由次第で、ことが変わっていくというね、お話であったりだとか、あとはゴールド免許なのにですね、初心者マークをつけなければならないという、この謎の状態が、 あり得るというのを警察庁さんの一時情報もね、今日は確認しながら見ていきます。そして日本でレンタカーをね、借りるケースにおいては、実はですね、海外での滞在証明が必要になるなんていうケースもありますので、これが法律で定められているというですね、まあ非常にマニアックなお話を今日もね、やっていきたいと思いますけども、一言で表しますと、入国スタンプは自動ゲートを利用せずに、 利用せずというか、あれかな、自動ゲットを取った後にですね、スタンプを押してもらえるということですから、これ、必ず押してもらいましょうという、特に運転免許証の再取得をされる方、免税手続き、そして、年金対象期間を証明するだとかですね、こういったいくつかのケースで、特に海外在住者の皆さんは、この傾向がね、強いのかなというところなんですが、人によってはですね、必ず押してもらいましょうということが言えるんだと思います。今日も

お話、楽しみながらね、話をしていきたいわけですけども、動画の最後の方で、パスポート、スタンプを押す以外の手法についても、実は回避策があるという点についてもですね、まあマニアックな話ですけども、補足をしていくという流れでね、いきたいと思います。それでは、早速ですね、アメリカ在住のマイさんのお便りをですね、ご紹介をさせてもらいます。大輔さん、はじめまして、アメリカ在住のマイと申します。いつも楽しく拝見しております。特に 期限切れの運転免許証の更新に関する動画。これちょっと前に出したばかりのやつですけども、私的にはタイムリーで大変参考になりました。 先月5年ぶりに日本に一時帰国をした時に無事に免許の更新、実際は再取得という扱いなんですかね。こちらができました。その時の経験をシェアしたいと思います。ということで、まず一つ目の教訓につながるお話ですね。パスポートの出入国スタンプはその空港でしか押せないんだという実体験談でございます。期限切れの運転免許証を更新する際に必要となってくるのが、パスポートの出入国スタンプなわけですが、私 過去3回分が空港の自動ゲートを利用したことで押されていませんでした。動画で得た情報をもとに空港の出入国管理局に事前に電話、連絡をして係員の方と待ち合わせをして押していただけるように調整してから出発をして無事に押してもらうことができましたね。ありがたかったというわけですけども入国管理局の方の対応は大変親切で改めて日本の素晴らしさを認識いたしました。その時に初めて 分かったことですがスタンプをしてくれるのは実際にですね出入国をした空港であるということなわけです私は今回羽田空港を利用したのですが不足しているスタンプは成田での出入国でしたそのためスタンプを押してもらうためだけにですねほぼ1日を費やして成田までの往復をしたということなんですねこれを最初から知っていれば今回の日本一時帰国は成田便で予約をしていたのにと少し後悔をするねマイさんですけど 私は首都圏に滞在していたのでそれでも可能でしたが乗り継ぎで地方へ行かれる方なんかだとねあと滞在中日程に余裕がないよという方は特に気をつけないなと気をつけないといけないなと思いました。ということでねえとまあ是非パスポートスタンプを遡って押そうという方はですね余裕を持った計画をあらかじめ組んだことが必要があるということなんですが2つ目の教訓もねいきましょう。 帰国遅延の理由次第で、運転免許更新手数料減額という、こういうね、あの、なんていうの、配慮もあるみたいですよ。実際の免許更新での手続きは2023年4月の神奈川県の免許センターでの経験ですが、コロナによる影響で帰国ができず期限切れになったということを係員に口頭で申告をすると手数料の一部が減額されました。詳しく書くと、交付手数料が1700円、公衆手数料が500円、 試験手数料が1600円、合計3800円かかるところが、試験手数料、このうちね、試験手数料が半額の800円になったんですね。合計3000円ということになりました。なお、私の場合は、ゴールド免許保有、保持者での手数、え、料金ですので、それ以外の場合は、違うのかもしれませんが、ということでですね、ま若干ないしということでありますけども、あの、こういったですね、配慮がなされるということのようです。ま知っておいてね、全然損はないですよね。 お次行きましょう。古い海外免許証がないとゴールド免許なのに初心者マークというですね、まあ、ベべこべの状態ができうるということなんですけども、次に、これも2023年4月の神奈川県の免許センターでの経験です。古いアメリカの免許証を提示できなかったことで、今後1年間日本で運転するときには初心者マークを付ける義務が発生することになり、その制約書のような書類にサインをさせられました。 もしですね、これ違反をしてしまった場合ということでしょうけど、反則金が4000円、行政処分手続き1点となる説明がありましたね。初心者マーク必要な方はみんな、あの、 ね、皆さん、ちゃんとつけていきましょう。まあ、こういうことですけども、海外の免許証を提示してくださいと言われ、私の場合、アメリカ、某州の免許証を提示しましたが、それはですね、2022年の7月に現地で更新したものだったわけですね。これでは1年以上の運転歴があると証明できるわけではないので、運転歴ね、証明できないということになります。日本での運転免許保有歴が、かれこれ35年、 あったのにね。ま、これは分かっているだろうに、なぜなんだと思いました。こちらに戻ってから神奈川県の免許センターのホームページを再確認したところ、確かに取得日から1年以上経過していることが運転免許証を確認できるものという記載がね、これありますから、ま、一応これもね、公的文章を一応見ていきましょうか。神奈川県警察さんのですね、必要書類の中にあります。海外での帰国などで、その国で1年以上の運転の え、運転の経験があるよと、え、当外国の運転免許証を所持している方は、その運転免許証を持ってきてくださいねということで、必要書類などに記載があるんですけど、これはなぜ必要なのかというところまでは、このね、解説文には、あの、それ見受けられませんから、ま、これが満たされないケースにおいては、運転できないってわけじゃないんだけども、この、初心者マークを、 はっつけてくれと。ま、こういうことに繋がるということなんですね。皆さんお気をつけください。日本では古い免許証は没収されるんですが、少なくとも私のいるアメリカ某州では古い免許証はパスポートと同じで手元に戻ってきます。対象になる方は一つ前の現地の免許証も忘れずに持っていきましょう。初心者マークをつける義務はまだ構わないのですが、私が恐れていたのはもしやですね、ゴールド免許ではなくなってしまうのではない こういう点でした。しかしながら更新できた新しい免許証はゴールド免許のままでした。初心者マークを付ける義務が発生するのにですね、ゴールド免許というね、この矛盾した状況なんですけども、とりあえずはゴールドがそのまま維持だったので、よしといたしますよというですね、コメントをいただいております。さて、最後の観点に行きましょうかね、教訓ですよ。レンタカー利用には3ヶ月以上の海外滞在証明が必要という、 こちらの教訓ですね。最後にもう一つ。期限切れの日本の運転免許証の更新をする前に、日本国内でレンタカーを借りる予定がありましたので、アメリカで国際免許を取得し、準備をしていきました。 大手のレンタカーを事前にネットで予約しましたが予約画面には国際免許に関するですね、これに関わる注意事項は出てきませんでした。実際現地でレンタカーを受け取りに行きましたら海外に3ヶ月以上滞在していたことが 証明できなければ車を貸すことができませんよと、ま、こんなこと言われてしまうわけですよ。この時点では不足するパスポートの出入国スタンプはまだ押してもらいに成田に行く前ということだったので、パスポートで証明することができません。現地の運転免許証の発行日があるので、これでどうかと尋ねましたが、現地に滞在していた証明にはならないとの ことです。日本の期限切れの運転免許証を見せ、コロナ禍で日本に帰れず期限切れになった。つまり、海外に滞在していたことの証明にはなりませんかと。そのため国際免許を取得しに帰ってきたのです。まこれ非常に丁寧に説明してますよね。 なんですけど、これダメだと。その時、期限切れの日本の運転免許証の更新をするために準備をしていた。滞在証明書を持っていることを思い出しました。私の場合は、妹に書いてもらったサインが夏印してあります。私の姉は、何月何日からですね、何年何月何日からアメリカの某州に滞在をしておりましたが、今回一時帰国をして、私の自宅である、どこそこにいつからいつまで滞在しておりますと。こう書いているですね。自前で作った妹さんの夏印 がしてあるですね滞在証明書なるものを持っていてですねこれを見せて なんとか車を借りることができました。公的文書でも何でもないので、これはね、多めに見てもらったと、こういうことになるんじゃないかと思います。国際免許でレンタカーをするですね、借りる日本国籍の方、注意が必要です。パスポートの出入国スタンプが、これまたね、必要になってくると、こういうことなんでしょう。で、これね、マニアックなルールだなと思いましてね、僕も見てみたら、 あの、警察庁さんね、ちゃんと書いてあるんですよ。日本で運転できる国際運転免許証ということで、この中にですね、いくつか期限に関する、この、まあ、免許発行から1年以内が有効だよとかですね、まあ、上陸してから1年以内じゃないとダメだよ。まあ、こういったルールに加えてですね、 同行法107条の2の規定に関して3ヶ月ルールがなるものがあるみたいなんですよ。日本を出国した日から3ヶ月未満で再上陸した場合はダメだよということみたいなんですよ。まあ要するに海外に滞在してきた期間が3ヶ月未満というね短期だとダメだよというケースなんですけども、これがね、同行法で法律上 NG になっているということですから、まあだからこれを裏 理由を読むとあれかな国際免許を取るだけのために海外にちょこっと行ってですね免許取って帰ってきて日本で運転しちゃダメよというねその国での活動実績滞在実績がきちんとあるこの必要が3ヶ月というですねボーダーラインを法律上敷いているということなんでしょうまあでもねこんなルール知ってる人の方が少ないんじゃないかなと思っちゃいましたけど皆さんどうなんですか実際ににね事故っっっちゃたたりだととかトラブルあ時いうのは まで あの、チェックされるということがあり得ますから、特に国際免許でね、運転される方っては注意が必要ですよね。まあ法律で定められてると言われればね、まあそうなんですけども、まあ特にレンタカーショップでね、車を借りるなんていう方は、その方に運転能力があるかどうかっていうのを法律に基づくね、チェックシートみたいなのがあっても全然おかしくありませんので、ま高い確率で、え、これが確認されるというケースがですね、アメリカ在住のマイさんのような形で、え、こうね、見えてくるということでございます。 ましたぜひねご注意をされてみてください今回は期限切れの運転免許証更新に絡む経験談をシェアいたしました思いがけずレンタカーでのトラブルもありパスポートの出入国スタンプがいかに大事かを痛感しました毎年のように日本に帰国をできていた時はあまり考えずに自動ゲートを素通りしていましたがパンデミックになってそれがかなわない世の中になりその大事さを思い知りました ティーネイジャーの二重国籍の子供がいるのですが、将来どのような件で必要になるのか分かりませんから、必ず出入国スタンプを押してもらうよう教育しました。大輔さん、これからも応援しております。海外に住む日本人としていろんな情報非常にありがたいです。また自分が経験した情報がですね、経験や情報が誰かのためになるようなことがあれば、シェアをさせていただきたいなということで、大変ですね、あの、興味深く、教訓がね、ふんだんに散りばめられたメールだったわけです。 わけけですどもここでねパスポートの出入国スタンプの重要性に関して改めてまとめをねしていきたいわけですけどもこのスタンプはですね後から押してもらおうとした時はその空港に出向く必要があるともうそこでしか押せないということになりますので。 これはね、注意が必要ですよね。その他にも、帰国のね、遅延をした理由次第では、運転免許証更新料が減額されるというね、こんな配慮もあるようです。そして、ゴールド免許なのに初心者マークというですね、謎の状態が出来上がる。これが古い運転免許証を提示できなかったりしてですね、過去の運転歴が不明な場合ですよ。これあり得るという話でございました。そして、レンタカーを日本で借りるという方は、 海外滞在証明が必要になるケース、特に国際運転免許証で運転しようなんていう方はですね、特にこちらのルールが法律上定められていたということですから、特にね、ご注意をされてみてください。で、本日のお話は運転免許証再取得ということで、パスポートのね、スタンプを押してもらいましょうということなんですが、これ以外にも実はやり方がいくつかあります。在留証明書を 発行するというやり方だとか、あと出入国記録を出入国在留管理庁に問い合わせて、 え、開示してもらうというやり方あったりだとかね、あとは航空券の判券で、え、この滞在歴というのをですね、あの、証明していくなんてことを、ができますので、このあたりの詳細なね、え、解説動画は、あの、以前のものありますので、ぜひですね、こちら運転免許証更講師の方、特にご覧になってみてください。あとはね、こんな感じで、パスポートスタンプだとか、が求められるケースというのが、運転免許証だけじゃないんだというのが、出入国在留管理庁さんの公式文書に、 上がっていいいままししたたので参考になと思すこういった手続きですよね出入国の記録が必要になりますよということで運転免許の話もあるんですけどこれ以外にも非居住者の免税手続きですとかあとは海外から帰国した場合における転入届に 関する手続き、そして年金保険に関する合算対象期間、これを証明するためにも、パスポートスタンプはじめとしてですね、滞在期間が必要になる、出入国の記録が必要になるということですね。あとは外国詐称のビザの申請手続きだとかにも求められるケースがあるということですから、特にですね、このあたりを予定されている、海外在住の方がメインにな、主になろうかと思いますけども、特にね、ご注意をされてみてください。 こんな感じで免税手続きに関しても過去動画で何回か解説をしていますからまたこのあたりも概要欄にリンクを貼っておきますということで本日はですね日本入国の旅券スタンプ押し忘れに要注意この対策についてアメリカ在住マイさんからの非常にためになるレポートをご紹介させてもらいました今日の情報が威役だった興味深かったなという方はチャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう大好きでした